こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは霊覚の高い人の特徴創造性編ということでお送りしたいと思います。まあ、霊覚という言葉がありますけれども、まあ、霊覚には2つの言葉があって、霊的なその人格とかその覚の方の霊覚と、まあ、霊性の覚醒というような意味合いの霊覚2種類あるんですけれども、今回したいのは霊的なパーソナルの方の霊覚の話ですね。でこっちの霊覚の話というのは、まあ、主にその人の境地とかその人のこう持っているね品格だったりとかまとっているもの、その霊的な 質的な部分ですね、そういったものが、まあ、表されるのが霊覚であって、霊覚が高いというのは、まあ、その人格的なものも含めて投与されているということが言えるんですけれども、まあなかなか抽象的な言葉ですよね。でその霊覚が高いというふうに考えた時に、さまざまなその霊覚の高さを測るためのまあポイントというものがあると思うんですけれども、まあそういうポイントを見ていくとその人が霊覚が高いかどうかというのがまあ分かってくると言えるんですけれどもね。でそのポイントというのも一つとは限らなくて、まあいくつかのポイントはあると思うんですけれども、今回はですね一つ大きなポイントがありまして、それが創造性なんですね。つまりクリエイティブかどうかってことなんですね。まあ私たちのこの、まあ、宇宙全体というものは、まあ、何らかの形で創造された産物なわけですよね。つまり最初からあったわけではなくて、まあ、創造された結果今があると、まあ、いう言い方ができるわけですね。で、まあ、その、まあ、誰が創造主なのかっていう、まあ、議論は宗教の間ではいろいろされているわけですけれども、まあ、スピリチュアル的に考えていくとですね、霊性が豊かになればなるほど創造性も豊かになっていくというのがあるわけですね。つまりその霊性が豊かになればさまざまなものをこう創造していくことができると。ただここで言う創造というのはまあ、あくまでクリエイティブなものであって、何かを作り上げるとかそういう意味とはまた異なるので、ここでいう創造性は、まあ、なんていうんですかね、0から1を作るようなイメージですね。で、まあ、0から1を作るというと、まあ、なかなか人間はこの世、この現世次元においては、何もないところから、ね、無から有を生むっていうのはなかなかできないわけです。有形にあるものを、まあ、さまざまこう利用して組み合わせて、全く今までなかったものを作り上げていくというのが、まあ、創造性なわけですよね。まあ、そういった創造性がある人っていうのは一つの、まあ、霊覚の高いという基準にはなると思うんですね。で、まあそういうとですね、なんかこうクリエイティビティな、そのクリエイター的なことをやってる人がじゃあ霊覚が高くて、まあ普通の人は霊覚低いんですかっていうふうに受け止められがちだとは思うんですけれども、実は創造性っていうのはそういうことだけではないですね。一つには例えばですよ、同じようにまあ日常生活を送り、同じように日々生きているわけなんですけれども、例えばいろんなことに遭遇する。で、人それぞれ遭遇する事柄は違うとは思うんですけれども、ただトータル的に見たら、まあ同じような時代に生き、同じような環境に生き、同じように生活しているんだから、多くの人が同じような出来事に遭遇しているはずなんですよね。例えば病気になるとか、あるいは仕事でいろいろとミスするとか、いろんな仕事で大変な苦労を感じるとか、あるいは恋愛をしたりとか、家庭を営んだりとかね、その中でいろんな家庭内のさまざまなトラブルに遭遇するということもあるし、で楽しいこともあるかもしれないしと。でも一つ一つの出来事って大体みんな似たようなことに遭遇するわけですよね。その遭遇するタイミングとか細かい部分が違うというだけで、大体似たようなことにぶつかるわけです。で、その時に実は創造性というのは非常に重要で、そのぶつかった時に、その状況をどう作り上げるか
つまり出来事というのはみんな一緒でも、それをどう咀嚼し、その自分なりに料理するというか、いろいろと自分なりに解釈を加え、どう楽しむかとかね、楽しい状況に持っていったりとか、苦しいことにぶつかってる、例えば病気で苦しむんだけども、単に苦しい、痛い、痛いって言ってるだけなのか、その時を、その病気で療養中を利用して、例えば自分なりのこう深いね、哲学を深める時間にするとか、あるいはその時間に自分なりにその時にしかできないことをやる時間に変えてしまうとか、あるいはその例えばですけども、その病気になったことの体験を通じて、例えばそれで芸術を生み出すとかね、そういうことができるというのが創造性なんですね。なので別にクリエイターとかそういう創造的なことをやる職業についてるとかね、そういった活動をしているということじゃなくても、自分の中で人生でぶつかっていくさまざまな出来事、事柄を通して、それをなんかこううまく料理して新しい何かに作り変えることができないかというふうに自分なりに吟味していくと、創造性というものが磨かれていくんですね。ということは、そうやって日々さまざまな当たり前のように遭遇するいろんなことありますよね。仕事上のこと、事柄、あるいはその日常の雑務でね、雑務だからめんどくさいなとしか思わないようなこと、事務仕事とかもあるかもしれない。でそういったことを単純にめんどくさいなというふうに終わらせてしまうのは霊覚が低いということなんですね。じゃあ霊覚を高く磨いていくためにはどうすればいいかというと、そのさまざまな今までめんどくさいな、だるいなとかって流してきたこと、そういったことを通じて、じゃあそれはどういう意味を持たせることができるのかっていうふうに考えてみるってことなんですね。だから今やっていることは何の気のない、大したことじゃないことをやってるかもしれない。だけどその行動の中で、その行動にどんな意味を持たせるのかっていうのは、自分自身のその咀嚼力とか、あるいはいろんなことを作り上げていこうとするね、意思の問題によって変わってくるんですね。だからそうやって自分がぶつかっているものをどう料理していくのかっていうことにこう意識を向けていくと、創造性が磨かれ、創造性が磨かれると自分自身の霊覚というものが高まっていくという傾向があるので、創造性といってもですね、なんか特殊なものを生み出すとか、特殊な発明をするということではなくても、自分の日常の中でこうやっていくということをしていくと、創造性が磨かれて自分自身の霊覚も高まっていきますよっていうことが言えると思うので、霊覚を高めるにはどうしたらいいかってたまに聞かれることもあるんですけれども、さまざまな観点があるので一概にこれですよとは言えませんけれども、その中でも創造性というのは非常に霊性というものに非常に近しいキーワードになってますので、自分の中の創造性をこう豊かにしていくというのは大事ですね。で、創造性というのは結局のところ、ね、本当に無から有を無というのは無理かもしれないけれども、さまざまにぶつかったもの、ね、出会ったもの、縁のあったものから、それをどういう意味にしていくのか、どういう意味づけをし、何か別のものをそれによってこう作り変えていく、ね、新しいものを生み出していくっていう観点で、ぶつかるもの、ぶつかる出来事、ぶつかることから全部をこういう、そういうふうに意識を持ってやっていくと、ね、新しいものが生み出されたりして、そのタイミングで創造性が磨かれていくと。で、創造性が磨かれていくと、霊覚が高まっていきますよっていうことなので、そこをちょっと注意すると、霊覚を磨くためのヒントになってくるんじゃないかなと思います。そんなことで今回は、霊覚の高い人の特徴、創造性編ということでお話をさせていただきました。今回も守護スピラジオお聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また、守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。